ヤジドマンスウリは、フランスアルデンヌ県、ルバン出身の元アルジェリア代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。フランスのアマチュアクラブ、タンクー SC でキャリアをスタート。1995年、17歳で、当時一部に在籍していた、ルアーブル AC の下部組織に移籍、オリンピックマルセイユ戦で、プロデビューを果たした。 2000年には2部に降格して2シーズンを過ごしたが2002年に1部へと復帰2003年にはコベントリーシティ FC に初の国外移籍を果たしたコベントリーでは移籍当初からコンスタントに出場機会を得るもクラブの意に反してシーズン途中でのアフリカネーションズカップへの参加を強行すると以降のべての試合に出場することはなくクラブを去ったその後 リーグドゥの LB シャトールーで2シーズンプレーした後、FC ロリアンに移籍し再びリーグアンに活躍の場を移した。2010年からカタールで1年半プレーした後、ルーツであるアルジェリアの CS、コスタンティーヌへと移籍した。2001年10月6日のフランス代表戦でアルジェリア代表デビューを果たした。アフリカネーションズカップ2002、アフリカネーションズカップ2004に出場。 21試合目になる2004年6月5日、アンゴラ代表戦で初めて、キャプテンマークを巻くと2005年6月19日、ジンバブエ代表戦からは、中心選手として、キャプテンマークを巻き続けた。首相として臨んだ2010年の南アフリカ、W 杯は、怪我や体調不良のため欠場に終わった。W 杯終了後、代表からの引退を表明した。ありがとうございます。